その時ぞこの金目川で平家の意地をば見せようぞ。女子供らは東の山に避難してきっと待てと。吉宗は最後の戦戦者と采配を振り落とす。平家祇園軍の総兵らは金目川に陣を敷き、待ち受けたれば源氏の軍票。時こそ来たれと平家清水軍をめがけて打ってかかる。敵の味方の入り乱れ。両軍一心不乱に戦いたれば斬り殺され、あるいは矢に当たりて倒れたり。金目川は血に染まりて、津波川になりければ修羅も増えるとなりにけり。この時平家の軍票も軍と戦いしは口吉を破れたり。この命からがら切り抜けた吉宗らは一党の女官七人は肥後を目指す途上、津波川支流を待ち合い川沿いに登りて、ふっと後ろを振り返り見れば、遥か彼方から我らが恩敵源氏の勝ち時の声に気力も失うばかりなり、その時密かに聞こえる滝の音、吉宗が女房の政子が真っ先滝の淵に立ち上がり、皆の者の平家の栄光は今生では望めぬ。遅ればせながらも壇の裏で褒美をなされた幼き帝の後を追うぞ。来世で会おうぞと言いければ政子ら女官七人は滝悲しいけれど。
Oh!